おはようございます。 Love with Passion、 川本孝之です。今日はですね、今この前ね、すごい豪雨災害に見舞われた日田の近くですね、天ヶ瀬温泉とかあるんですが、その近くに来てます。でね、この川が1週間2週間前ぐらいに豪雨で氾濫したんですね。ちょうどですね、私の裏側あたりが完全に見えるかな、道がですね崩落して今通行止めになって通り過ぎることができません。でね、今日はですね、まあこの楠、日田、この小国ですね、このエリアに、まあ、家族と一緒に、GoTo キャンペーンを使って復興ですね、後押ししようと思って、私来てます。それでですね、まあ、せっかくですから、この今このね、重大な人災っていうんですか、このとてつもない災害にあったこのエリアに来て、このそうだな、ピンチはチャンス、それこそピンチがチャンスというコンセプトについてね、話したいと思うんですが、そもそも最高傑作な人生、私がですね、この常々最後のフレーズで、あなたの人生を最高傑作にっていうフレーズがありますが、そのことについてね、ちょっと話してみたいと思います。あなたにとってです、まず最初に、あなたにとって最高傑作な人生というのはどういったものでしょうか。そして最高傑作な人生というのはどういうものを想像するでしょうか。ね、ずっと無難な人生、ずっと安全な人生、ずっと平和な人生があなたにとって最高の人生なのでしょうか。よく考えてみてください。実はね、私にとって最高傑作な人生というのは、たった一つのファクターが必要なんです。要因ですね。それをね、解説したいと思います。まず、あなたの人生を一つの映画に例えるならばね、生まれてから亡くなるまで、この世を去るまで、あなたの人生が一つの映画だとすれば、何もピンチが来ない、何もトラブルが来ない、何もね、変哲、もう見てて単純な平凡な、そんな映画がアカデミー賞だったりとか、そういうね、最高傑作と呼ばれるようなスーパー A 級映画とあなたは思いますか。私はね、そうは思わない。ピンチが来たりだとか、問題が起こったりだとか、ありとあらゆる逆境を乗り越えて、ハラハラドキドキ、逆境を乗り越えて問題を解決して、最後にハッピーエンディングで終わる、そのような映画が最高傑作だなって私自身は信じてます。そう、つまりね、今答えは言いましたけど、最高傑作の人生には問題とピンチ、逆境が必要なんです、不可欠なんです。答えはね、早々とこのもうあっという間に言ってしまいましたが、実はあなたが嫌だ嫌だと思ってるその問題、今抱えてる逆境、重圧、困難、こんなものはね、実はあなたの人生にとって、あなたの最高傑作な人生にとって必要だっていう話なんですね。私自身ね、私の本を読んでくださった方はすでに分かってるかはもう知りませんが、小学校時代にですね、骨髄炎っていうものをやってます。もうね、あと1週間手術するのが遅くなったら、ずっと立てない、歩けないような人だったんですね。それ奇跡的に助かって、今もね、歩けてこうやって旅もできてますが、それからね、小石脳胞症、本にも書きました。もう本当に大変でした、関節炎で。まあ、健康のことにね、関するものが2つ続いてますけど、でも私自身ですね、恋愛とか結婚とかそういったことでも問題続き、プラスね、実はビジネスも大失敗して、夜逃げまで、今だからこそね笑えますけど、夜逃げを1回経験してます。つまりね、
人が羨むような、まあ私はね、川本先生は素晴らしいですね、いやでもね、私自身たくさん問題を抱えて、今までたくさんその問題を解決して、そしてたくさん逆境を乗り越えて、今51歳ですけど今日に至ってるわけですね。ですから問題がなくて、困難がなくて、逆境がなくて、トラブルがなくてっていう人生ではないんです。とにかく数々の問題を起こしてました。まあ、私正直言えばですよ、問題児だし落ちこぼれだし、それこそね、これも本に書かせていただきましたけど、自殺未遂を1回ですね起こしてるぐらいな人間なんですね。ですから、そんな人間でもこうやってたびたび問題をクリアして、逆境をクリアして、こんな風に慣れてますから、人生は逆転可能だっていう可能です、話です。逆転は可能だという、そのね、可能性をあなたにも感じていただきたい。ですから確かに今現時点ですね、たくさんの問題を抱えて、こういうね、災害、天災ですね、それからあなたの仕事関係の問題だったりとか、恋愛の問題だったりとか、たくさんいろいろあるかもしれません。あるね、個人的にあなたのことをわからないんで、一人に対してアドバイスすることは不可能なんですが、でもね、今私から言えることは、その問題は解決可能で、あなたの人生が最高傑作になるのを待ってます、待ってるんですね。ですから絶望せず、ここが大事です。どんなことがあっても絶望してはいけないんです。希望を持ってね、さんまさんじゃないですけど、生きてるだけで丸儲け、感謝して、今自分がこのね、平和な素敵な世の中に生きてるっていうことにフォーカスを当てて感謝して、そしてね、前向きに、絶望せず、絶対に絶対に絶対に自分の人生を最高傑作にさせてやると。そしてその自分の人生が最高傑作になるために、この問題、この逆境、このね、凄まじい困難は必要不可欠なんだという、私がね、いつも言っている都合の良い解釈です。自分にとって都合の良い解釈をして、楽しく明るく前向きに生きてみてください。今日はね、ちょっと短いですけど、このね、今天災すごいですね、年々雨がひどくなって、これから多分地震もやってくると思います。でもね、仕方ないです。自然災害ですからどうしようもないです。まあもちろん中にはね、人災だって呼ばれる方はいらっしゃるかもしれないけど、私は天災だと思ってます。もうどうしようもない、自然には打ち勝つことができないし、それをね、人間は淡々と乗り越えていくことしかできません。ですからどういう解釈をするのか自分の勝手なんで、ぜひね、明るく前向きに楽しく生きていってみてください。ではね、今日はこの辺でおしまいにします。あなたの人生を最高傑作に、 Love with Passion。 ごきげんよう、また近々お会いいたしましょう。さよなら。